みなさん、こんにちは。ジェリー6月号の裏話を私たち編集でお届けしたいと思います。今回は大人気、今田美桜さんに表紙を務めていただきました。皆さんどうでしょうか。このカラーが服をパープルだったり、赤だったり、いろんな色が見えて物欲を刺激されるような感じのカットが多いなって思います。そうですね、この緑のカットポージングがかわいい、なかなか見られなそうなカットです。そしておそらく皆さん気になっているであろう今月号の付録はアイメイクソフト型リキッドアイシャドウ10本セットです。めっちゃ豪華、めっちゃ豪華じゃないですか。これ色がすっごい可愛い。いや、そうなんです。ブルーとかグリーンとか、あとピンクとか、カラーって結構ハードル高い方多いかと思うんですけど、なんかくすんでいたりとか、あとパールが入っていたりして使いやすいようになってます。で今マスクをねやっぱり外せないので、もう目元に特化した付録にしました。ぜひ皆さん使ってください。買ってください。SNS であげてください。じゃあ編集それぞれが担当している企画があるので、なんかその時の思い出話とか裏話とかをしていきたいなと思います。私は今回担当の楽ちんカジュアルっていう企画を担当したんですけど、パート4の大谷凛香ちゃんとリリーちゃん、新人2人が出てる企画なんですけど、私物がちょこちょこ混じってて、そう、なんかこの2人すごいおしゃれじゃないですか。おしゃれね、持ってきてくれた私物もすっごい可愛くって、まあ、自分のアイテムだからやっぱ自分に似合うんだよね。そう、可愛いコーデがたくさん見れます。なんかリアル。あとね、結構いろいろ取材して普段何してるかみたいなのを聞いて、プライベートに近いシチュエーションで撮ったから、それも必見です。凛香ちゃんだったらなんかどこですか。あ、このデイ5パン屋さん巡りとか。ああ、そうそうそう、パン屋さん好き。凛香ちゃんなんかパン屋さんがすごい好きで、スタジオの近くになんか亀戸っていうパン屋さん、クリームパンが有名なパン、知ってる？知ってます。知ってます。すぐ売り切れちゃうんだよね。そうです、そうです、そう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 、すぐ行かないと。そうで、この日朝早かったから買えたの。そう、それがちょっと出てきます。私は涙袋メイクやってみようっていう企画を担当させていただいたんですけど、分かりやすいようにあの扉の写真で涙袋してないメイクとしてるメイクの比較して撮ったんですけど、この大谷凛香ちゃんの写真結構変わったなって思いました、ね、あとちなみにこの付録でも涙袋作れるので、ね、このさギラギラニーカビッツの目のやつとか目の下に塗ったら簡単に作れそう、ね、作れますのでぜひ作ってください。この企画の中で基本的な涙袋メイクの作り方っていうのを結構細かく紹介してるんですけど、ありがたい、はい、この使うアイテムが涙袋を作るのに、キャンメイクとスイーツスイーツ、安い、これめちゃくちゃ安くてドラッグストアにも売ってるコスメだけで作れるっていう、超ありがたいくないですか。ありがたい、ね、寂しい、ね、さらに次のページで応用編みたいな、これは何手持ちのコスメとかでも全然なんか作れるの。黄色いシャドウを乗せてちょっとおしゃれっぽくしてみたりとか、初心者でも作りやすい作品になったかなと思います。私は関東のレギュラー企画のビューティー宅急便をちょっとご紹介したいと思います。今回はくすみカラーコスメの特集をしたんですけど、ね、この春くすみカラーめちゃくちゃトレンドですよね。ファッションでもね、くすみカラーすごい多いなってですよね、感じはする。なんかコスメの新作もくすみカラーがもうザクザク出てて、でどの色も本当にね、なんかページ見ていただくと分かるんですけど絶妙でめっちゃ可愛いんです。まずリップ、ライキービューティーというちょっと最近ね SNS で話題のリップなんですけど、クリアなパッケージがすごい、なんかこれからの季節にもぴったりで可愛いなと思います。そしてお気づきでしょうか、私たち3人がしているマスク
くすみカラーのマスク。そうです、このくすみカラーのマスクが血色マスクってすごいバズってるんですけど、こう顔に馴染んで顔のこう肌の色を明るく見せてくれるんですよね。どうですかね、明るく見えます。なんかチークがいらないとか言うよね。あ、こういうくすみカラーのマスクだと、うん、チークいらずでなんか可愛くなれるよね。確かに可愛い。うん、なんかピンクって何？可愛い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 です可愛いです。皆さん JE6 月号ぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。